鉄工所の、加工現場はですね、屋根のない工場なんですが、こういうふうな機材を用いて、ビルの解体、自然再生可能エネルギーで、まあ、1日に3億キロワットなり5億キロワットなり、発電できるようになったら、ああいったものでコンセント、電柱の方から直接つないで、各建設業界がですね、ビルの解体を自動で行うと。各フロアの打ち抜きは、ああいったものの上の方にドリルをつけて、で下の方に、まあ、下ろしていって、穴を開けていって、砕いていくと。まあ、そういう風な形になると思います。レールはついてるんですけども、ちょうど真ん中のところですね、あのレールが動いて、移動したりします。こういう風な仕組みでいいと思います。シンプルなもので、これがビルの解体を低費用で、あと石油を使わずに自然再生可能エネルギーの力だけで解体する方法です。